こんにちは、そんないです。久しぶりに、マルチエフェクターのズーム G1X4 を買いました。で、まだ、音作りだとかいろいろ研究中なんですけれども、まあ、プリセットといくつか作った音をちょっとご紹介してみようかなと思っております。まず最初にですね、プリセットで入っているものなんですけれども、10番、これマイケル・シェンカー・ハイ・ゲインだそうです。キャスターでここまで歪めば文句ないかなって感じですね。続きまして、字の通りですね、ゼッペリン1959、1959のマーシャルを使ったゼッペリンの音だそうです。続きまして、今度ドリームボックスとなんですけど、どうもクリームっぽいですね。クリームっぽい音を出すみたいです。ランディ・トレインって書いてあります。ハードロック的ですよね。続きまして、 JB と書いてます。ジェームス・ブラウンではありませんで、ジェフ・ベックさんだそうです。で、ちょっと飛んで、サーフ。これはサーフィンといえばこれでしょう。こんな感じなんですかね。で、ここで大変なことですね。ジミヘンさんが出てきます。
ここのすごいところはですね、バイブレーションを、このペダルで調整できるというところがなかなかいいなと思ってます。で、出ました。昨年お亡くなりになられたヴァン・ヘイレさんですね。ここまで行けば大したものかなと思ってます。で、こっからですね、ちょっと私が作った音ですね。普通のまあ、ロックで、チューブスクリーマーにワワワワかけられるようにしてます。続きまして、このハードロック系ですね、ディストーションとコーラスとディレイを使ってこんな感じにできますね。ビブラート。で、これがですね、結構凝ってまして、私はマーシャル嫌いなんですけど、マーシャルの JC800 をかなりでかいキャビネットに入れた直按の状態にしてあります。ギターです。ありがとうございます。 Thank you.